びっくりした。今さ、フードコート何時からやってんのかなと思って。もうお腹空いた。早くしないと、なんか人がいっぱいになるかなと思って。まだやってない。さっき X シリーズのもう並んでた。あと、フードコート行く？先に行った方がいいかも。なんかいいのあった。なんかいいのあった。まだ来たばっかりで。寝干しいの？まだ寝干しいのない。寒いね。うん、でもなんかそんな、まあ、思ったよりは寒くないね。もっとすごいコート着ないといけないかなと思ったけど。あ、アーバンリサーチ行こう。ビリーブラウン。ビリーフランキー？ビリーブラウン。リリー・フランキーは渋くてかっこいいけど、でも今日外で食べるのはさすがに寒いよね今日。肉そば肉そば食べます。いただきます。いただきマンゴリアン。食レポプルプルプルってこうやってプル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 。じゃあ塩ね。はい、うん、どうでしょう。うん、おいしい。おいしい。寒い体に染み渡る。とろとろ。すごい。はい、ということでアウトレットに行ってきました。今から購入品を紹介していきたいと思います。今日はですね、アウトレットに行った当日じゃないですけれども、ちょっとね、なかなか紹介できなかったので一つずつ今から出していこうかなと思います。このアーバンリサーチから紹介します。まずはこのお洋服ですね。こちらアーバンリサーチの黒のワンピースになります。前の部分がグッと開いているデザインになっているんですけど、わかるかな、こんな感じのワンピースです。お腹にタートルネック着たりレギンスとか履いちゃったら冬でも着れるかなと思って購入してきました。結構シンプル。袖はですね、こんな感じになっています。手首のところにボタンが3つついていて、何にでも合わせやすそうでめっちゃ可愛いと思って購入しました。はい、お次サクサクいきます。はい、お次はアーバンリサーチのものでヘアーバンドですね。もう私はお家にいるときはほぼヘアーバンドをしているのでヘアーバンドを買ってきました。こちらはレジにて 50% オフになっているものです。2200円の 50% オフですね。前のところにね、穴が開いているので、これを伸ばしたり縮めたりして、頭のね、サイズ調節できる感じになっています。ちょっと、つけて。あ、あーちゃんごめん、いたの？こんな感じ。これ正解？合ってんのかな？ミーシャみたい。はい、お次もターバンを
買ってきました。セール価格で1650円でした。かわいい。はい、こんな感じのターバンになっております。お家でね、お正月過ごす時とかリラックスタイムにあのヘアバンドいいんじゃないでしょうか。はい、お次はアーバンリサーチ最後の商品、ピアスを買いました。こちらは1760円の 50% オフの商品になっています。こんな感じで上がシルバーになっていて、下がオレンジっぽい、ちょっとべっこみたいな感じなんですけど、こういうね揺れるタイプのピアスを買いました。かわいいよね、こうやってカラー的に夏でも冬でもいける感じのピアスです。はい、はい、お次はユナイテッドアローズで購入したものを紹介したいと思います。まずは巾着型のバッグを購入しました。こちらは8800円の 40% オフの商品になっています。ホワイトのカラーにこうちょっとビロビロみたいな感じのデザインになっているんですけど、ここをガバッと開けると中に1個ファスナーがあって小さなポケットがついています。そしてシュッと絞ってこうこんな感じで斜め掛けにこう持ったらめっちゃ可愛くない？いいよね。あはちゃん、これは斜め掛けもできるし軽いしいいんじゃないかと思って購入しました。はーい、はい、ユナイテッドアローズ、これで最後です。じゃんじゃじゃーん、コートも購入しました。普通の時だったらちょっとね、このラベンダーカラーは迷って買えないなっていうので、もうアウトレットに行くとなぜかアウトレットマジックにかかってしまって、こういうねあのラベンダーカラーとか買ってしまうんですよね。でもすっごい可愛かったからいいかなと思って購入しました。お値段は 13,970円です。13,000円ぐらいだったらちょっと冒険したカラーを買ってもいいかなと思って今回このラベンダーカラーに挑戦してみたんですけど、着るとこんな感じです。こんな感じのシンプルなデザインのコートを購入しました。可愛くない？これ大きめのポケットがね2つついているし、この襟もすっごいシンプルな感じなので、結構ね買ってよかったかなと思います。かなり使えそうな気がします。はい、お次はナイキで購入してきました。ナイキでは子供たちのロンティーとかウィンドブレーカー、あとそういうトレーナーとかも買ったので、まあ、それはちょっともう子供たちが持っていってしまったので私の分だけ紹介しますね。スポーツウェアなんだけどちょっと部屋にいて寒いなっていう時も羽織れるし、あのちょっとお買い物する時もいいかなと思って、はい、こちらのエンジの、トップスを購入しました。前ジップのフードがついていて、この前ジップのオレンジの感じがすっごい可愛いと思って、で生地的には上の部分がナイロンで下がフリースになっています。もうめちゃくちゃ暖かそうだし、ウォーキングをする時とか、まあ、ちょっとね夜コンビニに急いで行かなきゃっていう時とか、あのパッと羽織るのにちょうどいいかなと思って購入しました。可愛いよねこれも。ちょっと着てみよう。はい、こんな感じです。 XL サイズを買ったのでかなり袖丈が長いんですけど、まあ、中にね着込むことを考えたらいいんじゃないかなと思います。かわいい、これすごいいいと思う。なんかこれで絶対ホームセンターとか私行っちゃいそうだな。ファスナーを上げるとこんな、なんかお風呂上がりの人みたいなんですけど、こんな感じですね。あ、かわいい、いいと思う。これすごいあったかいし着やすいし、やっぱなんだかんだでこういうのが一番楽ちんですよね。はい、お次、はい、そしてじゃん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 、プラダを購入しました。ちょっと早めの自分へのクリスマスプレゼントということでプラダを買いました。何を買ったかと言いますと、じゃんじゃじゃん、はい、こちらです。このプラダを買いました。あ、革の匂いがする。あ、いい匂いこちらの商品はですね、まあ、今回アウトレット行った中で一番高い商品となっております。私はですね、あの黒のバッグっていうのを本当に持っていなくって、まあ、コートもそうなんですけど、さっき買ったのもねラベンダーカラーのコートだったんですが、黒のコート、黒のバッグ、黒の靴っていうのが本当に持っていなくって、今回
特にね、黒のバッグを買おうと思って行ったわけじゃないんですけど、ちょっと気軽に持てそうなバッグを買いたいなと思って行ったんですが、まあ、プラダに入ったらちょっとこれがねすごく可愛くって、あのこれ欲しいなと思って一足早い自分へのクリスマスプレゼントということ で、こちらはナイロンの生地になっていて、持ち手の部分は革になっています。でこのさ、チャームみたいなやつがすっごい可愛いなと思って、アクセントになっていいなと思って購入したんですけど、中は、はい、開けてみるとこんな感じです。中にファスナーがついていて、その手前にもポケットみたくなっているので2箇所小物をね入れるところがついています。このマチも広いのでたくさん物が入るんじゃないかなと思って購入しました。でこのねファスナーの部分とか、この持ち手の金具、あとプラダのマークとかもゴールドで統一されていて、結構形的にはシンプルなんだけど、このゴールドがすごくアクセントになっていいかなと思って購入しました。でこのように肩掛けのベルトがついているので、肩にもかけれるし斜め掛けにもできるっていう感じの商品になっています。こういう感じでね、もうショルダーで肩にかけちゃってもいいし、斜め掛けでこんな感じで持ってもいいし、こういう感じで手で持っても可愛いし、めちゃくちゃ可愛いと思って購入しました。はいということで、こちらプラダのバッグを買いました。はい、お次、はい、あとはですね、この最後によったプラダで購入したものを紹介していきたいと思います。小物なんですけどね、はい、こちらのアットコスメ売上ナンバーワン、キングダムジェルアイライナーウォータープルーフを購入しました。こちらのカラーはピンクバーガンディというカラーをね購入してきました。こういうねピンクとかバーガンディ使って、ちょっとね優しい感じに仕上げたりするのが最近いいなって思うので、こちらのジェルアイライナーを購入してきました。はいはい、そしてこちら美白のためのマスクですってやつなんですけど、ちょっと私こちらの商品は初めて買ったんですけれども、モンドセレクション連続受賞って書いてあったので、あ、これはきっとねいいんじゃないかなと思って、ちょっとお安くなっていたし購入してきました。箱の中はこんな感じでね、30枚1パック入りのシートパックになっております。はい、お次はこちらアットコスメで大人気キングダム2ステップマスカラを購入しました。ディープブラックです。このねつけまごえって書いてあるのが何とも惹かれるネーミングで、ちょっと購入してみました。これもね初めて買ったんですけど、またねどんな感じかお知らせしたいと思います。お次はこちら、もう今ねすっごい流行ってる&B の商品です。ファンシーラーというものですね。ファンデーションとコンシーラーが一緒になっているものです。中身ははい、こんな感じでオレンジとベージュの、まあ、コンシーラー的な感じになっています。私目の下のクマがひどくって、オレンジっぽいカラーをのせるとクマがね目立ちにくくなるみたいなことを聞いたことがあるので、こちらの&B のコンシーラーを買ってみました。はい、またね使うのがちょっと楽しみなんですけれども、はいはい、ということでアウトレットで購入してきたものは以上になります。今回はお洋服、小物、ブランド品まで幅広く購入してきたんですが、すっごく楽しい一日になりました。ということで購入品紹介を終わります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。